はい、おすすめナイフベスト3ということで、じゃあ山中さんのおすすめナイフを、はい、こちらですね、リミックスっていうナイフなんですけど、デザインがあんまりミリタリーとかしてないでしょ。ここの大きい穴、ここにあのカラビナとか通して携帯をするんですけど、普段あのやっぱこう 回したいじゃないですか。まあ回したい、ね、まあ男子は回るもんないですけど、これやりたくない、まあ、鉄砲とか回してるバイクとかタイヤが回ってますから。まあそんなんでこうね、あの回しマニアとしてはこちら非常におすすめですね。猿の惑星ジェネシスっていう映画知ってる人います？あれで主人公のシーザーっていう猿が、これの、まあ、廃盤になっちゃった合金のガーバーのナイフなんですけど、まあ、ちょっとチャラチャラした暴力的なお兄さんがいて、そいつがボロッて落っこどしたナイフを棒切れ刺して、これでこう鍵を開けて脱出する。 あれそれだったんですね。だから実は猿の惑星ができちゃったので、ガーバーのナイフ関係してる。そういう、いや、これがなかったら猿の惑星は存在しなかったわけですね。自由の女神もあんなことにならなかったわけです。シーザー逃げなかったわけですね。なるほど。それで第2位としてですね、こちらミニスワッカーというナイフなんですけど、こちらはですね、あの非常にこう刃も軽いわけです。そうするとあの飛び出しナイフって普通禁止されてるじゃないですか。でこれをこうやって普通に開けるわけですね。でもこれが今度慣れてくるとワンパンチで出せるようになって、爪で弾く感じでパチンと、うん、これはちょっとあの振り出しマニアの私としても非常にいいです。やっぱこれですね、これはやっぱり何がいいかというと、そんなあのナイフを持っているとやっぱり当然こう知らず知らずのうちに威圧感を与えてしまう。それがやっぱり嫌だよっていうことで、こういった一応ちょっとしたおしゃれなデザイン。これもおしゃれじゃないですか。それでベアグリルスから入るでしょ、はい、まあジャイアンツファンにはいいかもしれない。まあまあ、うん、川崎ライブグリーンですね。あ、そうなんだ。はい、川崎乗る方はこれを一緒に持ってると、うん、だからこれナイロンシースで、はい、普段もこう閉じてこの中に入れて、こうしとくとあのなんだろう、同伴してるあの家族や友達なんかもそんなにこう怖がらせなくて済むじゃないですか。そういったところがやっぱりこれを選んだ理由ですね。なるほど。回す、振り出す、周囲への配慮、おしゃれ、そう。